シグナルが来ましたけれども、どうでしょうか、これね。1月2日、11日18分。NGDJPY 上に。私にちょっとだいぶ外してきたかな。NGDJPY 上に。相当落ちたな、これね。どうでしょうか。NGDJPY 上に。ね、NZDJPY ですけれども、22時29分07分が最終的ですよね。こちら、こうですね。これ、2番目なんですよね、これ、NZDJPY はね、今日ね、マスク出たんだけど、1回目勝ってんだけど、打った時に、これ、11分の決算だったんで、ぴったり合わなくて、1回目負けたですね。で、2回目はすごく上がってきたんで、勝ちやすくなってきて。おりますけど、まだ10分ぐらいあるんでね、時間がね、わかんないですよね。これで買っても120円の負けですね、タイだけどもね。
ね、足もみマッサージを買ったもんだから、これでマッサージもみもみしてるんですよ。これでね、ちょっと足と温めてね、空気圧ともみもみね、マッサージをやってるんですけどね、今空気圧なんかしてますけど、ね、それで足のねマッサージで、今日2本目ですね、今年2本目ですね。お茶も 1キロ以上食べたですね。ちょっと空気が食べるかな。ちょっと勝率がいいのでやってるから、シグナルがもう前よりか3分の1なんですよ。だから資金上げて稼がないといけないんだろうけどね。僕税金申告しないといけないんですけどね。720万の土地を売った、申告しないと、国境の